9750形は、かつて日本国有鉄道の前身である、鉄道員に在籍したテンダー式蒸気機関車である。日本に初めて本格的に導入された大型マレー式機関車である。本項では、同時期に導入されたマレー式機関車である9800系、9850型についても合わせて記述する。不成績であった9020系の後継として、翌年マレー式機関車が大量導入されることになる。これが9750系、9800系、9850系である。構造が複雑で高価なマレー式機関車は、島安次郎が工作課長を務める鉄道員の方針には合わなかったが、後藤新平の後を継いで、鉄道員総裁を兼務することになった。原敬の所属する立憲政友会が三井物産と密接な関係にあったことから半ば強引に導入が決定されたと推測されている。後に鉄道省工作局長となった朝倉喜一は1942年に出された冊子大正初期の機関車の中でこの程度の大きさなら高価な上機構が複雑なマレー機関車を採用する必要はなかったと述べている。この時に導入されたのは、06から6から0系のテンダー機関車で、アメリカのアメリカンロコモティブ社スケネクタディ工場から24両、同じくアメリカのボールドウィン社から18両、ドイツのヘンシェルウントゾーン社から12両の合計54両である。これらは、1912年に来着し、それぞれ9750系、9800系、9850型と称された。いずれも、車軸配置0から6から0系の加熱式、マレー機関車である。長大なボイラー上には、第2間道上に蒸気ドームが、第1、第3間道上には砂箱が設けられている。ほぼ同大の機関車であるが、寸法は微妙に異なっており、マレー式機関車の経験のない鉄道員が、線路、使用条件を示して、あとはメーカーに任せたためのようである。単水車は2軸目と3軸目をボギー台車とした3軸の片ボギー式であった。機関車本体だけを輸入した9020型と異なり、このグループは単水車までを含めて輸入された。9750型は広大な全部シリンダ状のプラットフォームが特徴である。煙突には小型のキャップがついている。蒸気管は加熱式となったことから、煙室側面から歩み板の下を通って高圧シリンダに接続されている。高圧シリンダの弁室はピストン弁式であるが、低圧シリンダは滑り弁式である。歩み板は煙室の側面から一直線に運転台まで伸びている。9800型はプラットフォームの大きさが9750系の半分くらいの広さしかなく、煙突にもキャップがない。動力逆転機を装備したため、歩み板は一直線ではなく、途中で段差がついている。高圧シリンダはピストン弁式であるが、低圧シリンダは滑り弁式である。配管等は整理されていない印象で雑然としているが、これはボールドウィン製の機関車によく見られる特徴である。また、ボールドウィンにおける種別呼称は12から26。24DD、種別番号は1から18であった。9850型は低圧シリンダにもピストン弁を採用しており、動力逆転機を装備していた。煙突はキャップのない単純なパイプ型であった。絶気運転時に大キセル内の蒸気の流れを停止させ、加熱管の焼損を防止するダンパやシリンダのバイパス弁などの新機構を装備していた。ダンパは蒸気の漏れが多く実用にならなかったが、バイパス弁は正式採用された。9750系形式図9800系、形式図9850系形式図1913年8月、9750から9773万9806から9817、9850から9857は東京、9800の9800号を神戸の各鉄道管理局に配属し、同年11月に9858から9861を東京鉄道管理局に配属した。当時の主要線区は、東海道本線三北、沼津間、大津、京都間、東北本線黒磯、白河間、信越本線長野、直江津、関西本線亀山、鴨間で、貨物列車の牽引と急行直行列車の補助、機関車として使用されていた。1915年6月23日付で、鉄道員の機構改革があって、鉄道管理局の協会が変わり、東部、中部、西部の各鉄道管理局が発足した。その際、東北線、信越線は東部、東海道線大津、京都間と関西線は西部鉄道管理局の所管となった。この時点における配置は、東部が9853から9861、9773、中部が9750から9772、9806から9817、9850から9852、西部が9800から9805であった。その後、1918年7月には9773と9852が交換され、同年12月に9850万9851も東部に転用された。1919年8月には、再び機構改革があり、地区別の管轄に変わった。東北本線黒磯、白河間は仙台、東海道本線三北、沼津間は東京、信越本線長野、直江津は名古屋、東海道本線大津、京都間、関西本線亀山、鴨間は神戸の各鉄道管理局の所管となった。この時点での配置は、仙台が9850の9852、東京が9750の9773万9806の9817万9861、名古屋が9853の9860、神戸が9800の9805である。同年7月には、神戸鉄道管理局の9803の9805、東京鉄道管理局に転用し、8月には9850から9854、9858の6両を北海道に転用することとなり、札幌鉄道管理局に移した。これは増備の進む9600型によって余剰となったマレー式の転用先として北海道が選ばれたもので、室蘭本線、夕張線の夕張、岩見沢間で使用されたが、間もなく厩舎となった。1922年12月には9800から9802が神戸から東京に転属し、これによって、東海道本線大津、京都間のマレー式は全廃、信越本線長野、直江津は半減となり、東海道本線三北、沼津間に9020型を含めて48両のマレー式が集まることとなった。1925年5月、東京鉄道局は9800系3両を使用し、東海道本線三北、沼津間で重量貨物列車の牽引試験を行った。これは、1923年に登場した9900型は、軸重が過大で、同区間に入線できず、さらに、丹那トンネル経由の新線も建設中であって、完成後は支線に転落する。同区間を9900型が入線できるように改良するよりは、まだ車齢の若いマレー式で同じ重さを引く方が有利ではないかということで実施されたものである。1924年3月20日付で9856が鉄道博物館での展示用として廃車となった。1928年には1927年3月27日に駿河駅で発生した列車脱線転覆事故により9764、9812が廃車された。その後、丹那トンネルの工事の遅れに伴い、結局、神津、沼津間を改良して D50 型を入れることとなり、1930年に9800系及び9850型が全廃となった。マレー式は9750系23両が残ることとなったが、これも1933年に廃車となった。1924年に廃車となった9856が鉄道博物館に保存された。同期は大宮工場で車体の各部を切開して内部構造がわかるようにされた。鉄道博物館が万世橋に移転してからは台座の上に乗せて動輪とピストンを動かし、下からも観察できるようになっていたが、C57135 が隣に展示されることとなった際に台から降ろされ稼働展示は取りやめられた。1945年5月25日の東京大空襲でボイラー部分に焼夷弾が命中したが奇跡的に不発に終わった。この時の落下跡は今なお車体に残されている。2006年に交通博物館が閉館した後は2007年10月に埼玉市大宮区に開館した鉄道博物館に移され、日本に現存する唯一のマレー式機関車として、再び動輪とピストンを動かして下からも観察できるように展示している。9856を除く9750系、9800系、9850型はすべて廃車後、解体処分された。鉄道員年俸、大正2年度、ハット ABCD 臼井重信、国鉄蒸気機関車少子鉄道図書館公開、1961年、改訂3版、129から131ページ、鉄道省鉄道統計資料。大正12年度、ハット ABCD 金田茂弘、形式別、国鉄の蒸気機関車4機関車史研究会、1986年。436から439ページ、川上幸義、私の蒸気機関車史した公有車、1981年、223ページ、鉄道統計資料。昭和3年、鉄道統計資料。昭和5年度、鉄道統計資料。昭和8年度、関田勝港。回送の交通博物館。レールマガジン272号、28。29、ありがとうございます。